はい、クラチャンネルです。今日は八坂ダム、秋の八坂ダムをどう攻略するか、スタートじゃ。今日は一人調査。さあ、あのインレッドに一発を求めて行きたいと思いますが、ゴミがありそうな気がして、ゴミがあるとちょっと跳ね物が厳しいかなと思うんですよね。この辺がどうなるか行ってみないと分かんないんで、行ってみて判断してゴミがあったら打っていく、なければ跳ね物をしてその後打っていくという形を取りたいと思っております。一番奥投げれるかな。あ、でも濁いだな。日本しかいないのかな。いった。いやー、バレたバレた。いやー、しまったもう来ないか。こいつか、お前だったのか。反応してくれたのは。君だったのか。いやー、失敗したなー。大失敗。当たった。当たったけどこれ乗ってないやろ。乗ったか。よいしょ。いやー、ファーストフィッシュはハートテイルフリーリグ 3.5 インチ。これはバレないでしょう。えいーえいはい、これはバレないね。3.5 インチ。ほい、ありがとう、ありがとうね。はい、これはね、多分ねポコポコ釣れると思うよ、今の魚はね。うん、ね、ここに溜まってるのは知ってたんだよ。
そう。降りる。降りる。降りる。大きくないと思う。ドラグは出てるけど。大きな人か。もし大きかったら元気。なんかあると困るか。どれぐらいの大きさですか？大きいですか？ちっちゃいんですか？元気だけですか？お、ちょっと見えてきました。40アップあるかな？40アップなさそうだな。ナイスフィッシュです。ナイスフィッシュです。ほい。さあ、もう一本いるかな。この立ち木の先だったけど、さあさあ、もう一匹いてくれると嬉しいですね。いいのか。食ってない？食ってるね。連発だ。これは大きいのか？もう一回出すか。出よう出よう。出よう出よう。こっち出よう。こっちに出ましょう。こっちに出ましょう。こっちに出ましょう。出ましょう出ましょう出ましょう。おー、でかいじゃない？ディオ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 、入れないでよ。さっきより大きくないと思うけどな。なんか引きがそんなでもないような気がする。まあ一応大きいに出しとかんと、もしね、立ち木に絡まれると厄介だから。でもいいね。魚はいいよ。クオリティフィッシュ。クオリティフィッシュ。おお。おお。でも大丈夫。
いい魚だ。いい魚だ。はい、おいで、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 ナイスでーし。これまたいい魚じゃないの。はい、いい魚に連発。ちょっと飲んでる、気持ち飲んでる。魚2連発。ヤマミミズフィッシュだった。もう1匹いないかな。ヤマタヌキ、ヤマミミズ来ましたけど、次は何にしようか。もう一回山ミミズ行こうか。ホール中に来てんだよね。でもこれ多分カーブホールさせると当たり分かんのかな。逆に怖いな。テストの中層にいるってことか。もういないか。三頭。さすがに甘かった。全部ホールで食うと甘かないか。おっと。3投連続じゃん。全部沖に出てくれる気いいけどさ、これ。今回は大きいな。あら、お、これ一番でかいかも。これ一番でかいかも。おー、ちょっと待って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 、どこまで行くの。ちょっと沖に出ようよ。沖に出ましょうね。ねー、いい子だから沖に出よう。そっち行っちゃダメだよ。沖がいいよ。広いところで勝負しようぜ。ねえ。ねえ、こっち行こう、こっち行こう。こっち行かない。はいはいはい。そこまで大きくないけど、全部クオリティフィッシュだね。いいね。はいはいはい。はいはい。元気いいな、お前ら。元気いな。でかく感じるけど、でかくないんだよね。一番大きくなかったわ。この2本の方がでかいな。ヤマミミズやべえな。
うい、全部同じサイズで、全部同じぐらいの大きさじゃけど、いい魚だ。おい、山ミミズ。ワッキーダウンショット。おい、いい魚ですね。君もか。何本おるんだろう。3頭連続よ。バスのなる気やん。恐るべしやね、山ミミズ。次釣れたらどうしよう。4頭目であるかな。山ミミズのダムショ、ワッキーです。やっとこの近くの方がいいのか。来るけど乗らねえな。ちっこいのか。おっと、ああでもちっちゃい。ちっちゃくなっちゃった。はい、ああこれだと、もう速度が変わるのかな。なんぼでも釣れるやん。よっしゃー。あれ大きくない。お、外れた。おい。